静かなる防衛の時間です。今日は F-35 ステルス戦闘機なぜ世界で導入が決まらないか、について考えていきます。今現在 F-35 を注文している国は西側諸国だけなので、米国、日本、イスラエル、オーストラリア、カナダ、他国々あります。しかし EU では新たな第6世代開発する、そんな動きが見えてきています。では日本はこの F-35 何機導入する、140機ほど導入する予定です。 A タイプと B タイプどちらも購入を決定しています。 B タイプはストブル機で、イズマ、タガに艦載される予定です。艦載は常時艦載ではなく、有事の際だけの艦載となります。またF-35、 やはり価格設定、なかなか導入が進まないのも価格が大きいでしょう。将来的には90億ドルまで下げる予定ですが、もう一つ多い。F-22 がどれぐらいトラブルが少ないのかは分かりません。しかし F-35 に関して言えば、100以上のかしらの不具合が生じています。一番大きいのは技術的、機体そのものですね、物体。次がソフトウェア、ソフトの面。この技術を組み合わせるのもソフトの役割。ハイスペック、となった今ではもうこのソフトのアップグレードに頼るしかありません。
しかし、今後受注が増えてくれば、それだけ価格は安くなってきます。今の F15 戦闘機みたいなヒット商品へと変わるでしょう。 F35 をアップグレードすれば、第6世代まで近づくことはできます。可能になるんです。この第6世代の定義はまだ未定ですが、第6世代に近づくことはできるでしょう。もし第6世代がロボットなど大型の機械戦闘機などが出てきた場合はまた話は変わってきます。実際問題、もう無人機で F16 あたりは飛んでいます。それを制御することができる F35、 また今現在向かっている テンペスト、 イギリスが開発している第6世代の戦闘機と言われています。これに近づけることはできるでしょう。むしろ同等の性能が生まれると考えています。何より F35B ストブル機の登場によって、やはり各国任務の形態が大きく変わってきます。何より大型の空母持たなくていいということです。出雲型で代用可能、世界の構図を変えたと言われる機体になります。短距離離陸、垂直着陸のストブル機、この開発がやはり F35 の将来を担ってくるでしょう。 F35B は結構売れると考えます。あとは性能、今までの問題点を一つずつ解決するしかありません。デメリットばかりではなく、ソフトの面で言えばアップデートはすぐに行える、またメリットもあるということです。完璧な機体での出荷はなかなか難しいので、実際運用しながら
トラブルを潰していくというのが運用仕方のコツというか運用実績につながってきます。今日のご視聴ありがとうございました。よかったら新チャンネル作ったんで登録お願いします。